音程はさっき言ったようにね、例えばラララでやれば、まあ、英語でもいいんですよ。あえいおうって言ったら、これが音程になってしまうから。その音程で歌を歌ったら、もうポツポツの歌になる。で、そいつを今度はつなげてあげる。そうすると、ハミングと一緒ですから、ラララララ、あえいおう、こういうふうになりますよね。で、ハミングっていうのは、例えば、もしもハミング1個目力入ったら、ラララララ、こういうふうになっちゃうと思いません？もしハミングだったら。結構歌を歌ってる人って自分には気がつかなくても入り口にものすごく力が入っちゃって、それから声が苦しくなったり出なくなったりする。なぜだったら今のあえおがありますよね。あえおであえいおって言ってる時にあに力が入っちゃったらあ言っちゃってえいおどうなるか、あえい絶対口動けなくなるんです。だからあは言ったんだけど、えいお自体はやってみればわかるけど、あに力を入れてあを言っちゃうとあえ、ほら、絵がこうなるから。すっごくちっちゃな口になるんです。で、そのちっちゃな口のままで、あえいおうって言おうとするから、こういうふうになっちゃうでしょ。だから、流れに乗せるっていうことになったときには、1語目よりも、まあ今はね、2語目でいいですよ。あえ、絵をしっかり言うつもりになれば、あえいおう、口は動きやすいです、ものすごく。それも、普通にあえおうの、いい口の動きしてくれますから。あえいおうから、えいおうはこう動いてくれますよ。ところがえいおうはほら、だいたいね1語目力入ると2語目っていうのは自分は声を前に出して歌いたいと思ってもだいたい口の中がこもります。えいほら喉いっちゃったでしょ。えいそのまま言うからえいおうこういう音なんです。ところがちゃんと2語目を前に出すとえいこれは口と鼻が響いてます。えいね、そしたら「えいおうは」口はすごくスムースに大きく使えます。だからやっぱり口をスムースに動かしていないと、せっかく声帯のピアノ、例えばリップローしてブルルルってやっといてね、ブルルルルルルってやれてるんだから声帯はいいもう楽器になってるのに、さあいざ弾いてくださいっていう時の口の動きが今度はタッチになってくるから、それが1個目に力入れて手が固まったら次動かしにくいと思いません？指が。だからスムースにスラスラって動かせるかどうか、それはやっぱりその歌で言ったら口の動きなんです。だいつでもスムースに入るってことを考えていて、それはやっぱりレガートって滑らかな方なんですね。切らないでね。だからメロディーに乗せていくつもりでいつでも歌えるようになれば、口っていうのはすごく豊かに動いてくれます。大きくなくていいんですよ。僕大きく動かせなんか一回も言ってないでしょ。でもちゃんとスムースに動いてくれなきゃ。それがあなたなんて言葉があって、あに聞かれてあなたなんてほらあなたが言えないんですよ。であなたって言ったらでしょ。でこれをちょっと口パクして声出さないであなた、ね、もしあなたなんて聞かれてあなたって言ったらもう出ないじゃないですか。あなたって言ったらほらしっかり響いてるでしょ。そのままあなたってこういうふうに口が動けばしっかりとした音が出るとですね。1個目はちょっと気をつけなきゃね、ダメですよ。